皆さんこんばんは。8月の2日でございます。8月入りましたが、もうね、楽しいでしょう。夏休みの皆さん、いろんなとこ行って遊んで、てると思いますけれどもね、本当にこう暑いですからね、そこだけまず気をつけていただいてね、楽しく過ごしていただければと思いますので、ちょっと一休みしてね、このラジオに耳を傾けていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは景気づけに参りましょう。こんな仙台七夕は嫌だ。短冊に書かれている願い事がすべてハングル文字。 T-RISE の会議室スタートです。さあ、改めましてこんばんは。 T-RISE の会議室でございます。この番組は仙台で唯一のお笑い事務所 T-RISE のコタコーとご発展を記念すべく、事務所の一室からひっそりとお届けするバラエティ番組となっております。お相手は私、自称 T-RISE 構成作家関亮太でお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、8月入りました。夏本番というところで、今日もホットな若手芸人遊びに来ていただいております。もうだんだんもうおなじみの芸人なのかなというところではありますけれども、本日3回目の登場になります。自己紹介どうぞ。大見ですお願いします。大見ですっていうね、もうね、大見です大見以上もいいかもない。大見だからしょうがないよね。そうですよ。もういや、大見くん、どうも。3回目そうですね、まあ、1回そのコンビというかユニットですか、ラムジーで出させていただきました。で出ていただいてますけれども、はい、それも含めて今回3回目と。3回目ですよ。来ましたね、はい、もう準レギュラークラス。いや、3回やっても緊張するような、うん、やっぱそうなのかね、はい、あ、やっぱ慣れない。まだ、いや、まだまだですよ。あ、やっぱりそうですか。まあ、なかなか普段私生活でラジオやるってことはないですからね。はい、そうでございますか、はい、いや、でももう僕としてはもう安心感のある。いや、ありがとうございます。そう言っていただけると。あー、ちょっとそれ前かもしんない。おーい、おい、おいてこのおい、このもう勢い任せの勢いでこれしてました、ね、いや、でも本当にね、はい、毎回毎回来てもらってありがとうございます、本当にね、はい、こちらこそ。相沢和也と並んで3回目。あ、そうですね、相沢さんも3回で、どっちが先に4回目行くか。そうですね、もう始まってこのラジオ4ヶ月ぐらいですけども、はい、もう弾がない。もう出尽くしてますよ、ほぼほぼ、はい、まだいるのかな、ひょっとしたら。まあ、いるのかな。でもまあ大体はもう出尽くしてますよ。まあ、例えばそうだよね、コンビで片方しか来てないとかあるかもしれないけども、はい、そうですね、何かしらやっぱその関わりでは来てるので。もう来てますね。いやー、でもこっからでも楽しくなってきますよ。やっぱり2回目3回目になってくると、どんな話しようかなとかね、はい、うん、やっぱこの、ね、各々の若手芸人のどんどんスキルも高まっていくんじゃないかというところもありますので、期待しますから。すっごいうわ、すげえ。その T シャツは何色っつうのかな、それね。もう全然あるよ GU 激安 T シャツ。これ何色もう言葉で表せないカラーだよね。カーキ、カーキ、カーキなのかな。YouTube の方合わせて動画で見ていただければと思いますので、動画もね、はい、ラジオ終わった後ですね、TRISE、ね、チャンネルで配信しますので、はい、そちらもチェックしていただければと思いますので、まあ、その T シャツの色も楽しんでいただければ。そうですよ。T シャツの色から楽しんでる。最高でしょ。よろしくお願いします。メール待ってます。メールアドレス762@radio3.jp 762@radio3.jp 全て小文字です。若手芸人への応援メッセージなどなどたくさんお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、 T-RISE の会議室10時28分までよろしくお付き合いください。さあ、お届けしているのは引き続き T-RISE の会議室でございます。お相手は私、関亮太と、今日のゲストはこちら、大見です。ハマったこれ。いいね、一個見つけた感じが。ハマっちゃったわ。ハマってるのかな。どうなんでしょうね。もう向こう側にはどうなってるか。ハマってるって思ってるのは多分俺らだけだと思う。じゃあ二人だけです。これ二人ハマってると思っても。そう、俺も若干そうじゃないかなって思い始めてるし。おい、ちょっとちょっといいね、そのストレートはね、余計な小細工はないね。大見ですって言ったら、ないです、もう知ってもらえたらっていう。知ってほしいです。名前だけでもっていうことはね、はい、名前だけでも知ってほしい。いいと思いますけど、どうですよ最近芸人活動の方は。はい、そうですね、うん、今まではそのいきなりライブとか、うん、いきなりジュニアオープン TV から始めて、うん、まあそれだけだったんですけど、まあまあまあ、ね、徐々にこうやってもラジオの回数とかも増えたりもしたり、はい、あとなんかライブとかでも、うん、いろんなライブで声掛けしていただくこととかも多くなってできて、ちょっとありがたいなっていうのが多いですね。なんかバンドの方と一緒にライブやったりとかもしたりしたんですよ。なるほどね、はい、まあよくありますよ、その音楽ライブの、はい、その合間っつったら言い方悪いですけど、はい、それとコラボみたいな感じのことでしょ。そうなんですよ、はい、
まあ、そういう、まあ、同じぐらいの若手バンドの人たち呼んでもらって、ああ一緒にじゃないですか、ライブやらせていただいたりとかして、そうよ、ね、経験がもう結構すごいですよね。それはあとこれから今夏休みになるわけでしょ。はい、やっぱこういろんなこともできるんじゃないですか。そうですね、夏休みになったらちょっと自分あれですね、あの東京でどれぐらい通用するのかっていうのちょっとまあ試したいなって思ってて、はい、はははい、というと東京のその、まあ、フリーの、うん、その学生とかが出るライブってやっぱり東京にもあったりするじゃないですか、まあね、こういういきなりジュニアみたいな、うん、そういうところにちょっと一回行ってみて、その全くその宮城の笑いを知らないお客さんの前でゼロからどれぐらいその、うん、なるほどね、面白いと思ってもらえるのかなっていうのを知りたいなって、そうかそうか、はい、思いまして夏休みやってみようかなと思ってます。あ、そうなんだ、はい、まあ今だとやっぱその T-RISE、まあ大体知ってる人とかが行くわけだから、はい、まあ、まあある意味ホームグラウンドみたいなのもありますからね、はい、全くもう未知のところに行って、はい、まあその受ける受けないは分かんないけどもね、はい、まずやってみてどんな感じなんだろうっていう経験を積みたいと、はい、積みたいです。おー、いいじゃないですか、考えがありますね。どうなの、どんな感じになるんでしょうね。本当ですね、東京でネタってやまあなくはないけど、はい、いやでもあれやっぱり違うね。そうですね、うん、宮城のお客さんってやっぱりあったかいと思います。まあだし、あとその、はい、自分らの地元なので、はい、まあやりやすいよ、圧倒的に、圧倒的に、はい、うん、やっぱ向こうに行くとさ、もう全国から集まってきてるわけじゃない、はい、基本的には。そうですね、そのもううぞうむぞうがさ、はい、来てさ、はい、やるわけじゃん。そうです、その中で何か結果残そうってやっぱね、まあ、やっぱ怖いよ、やっぱ厳しいですよね、あ、はい、やるのが怖いっつうか、はい、全く基本的にそのうーん会場とかもさ、我々だとやっぱ大体そのセントラルホールさんとか、はい、まあ、決まってるじゃない。決まってますね。で全くやっぱ知らない会場でやるっていうのもまたこれね、そうですよ、うん、はい、あの舞台に立った感じで見える景色とかがさ、はい、違うわけじゃない。当日行ってみないと分かんない、本当にどんなとこでどれぐらいの人数いるのかも分かんないし、分かんないから、はい、そのそうイメージができないっていうかね、そうですよ、広さも分かんないし、はい、だコントとかやってたから俺の場合は、はい、舞台の広さちゃんとあるかなとか、はい、確かにあんまり狭いと動きできないし、できないですね、うん、広すぎても逆に変だしみたいな、はい、とかっていうのもあるからね、はい、おお、それはやってみたいなっていうのはありますね。やっぱそれを生かしていきたいなみたいな、そういうのを生かしていきたい、うん、それ一人で行くんですか。一人ですかね、やっぱり今ピンですし、うん、とりあえず一人で行くかなっていう感じで、うん、自分の時間がある時に一人で行ってみて、一、うん、回このライブ出てみようかなっていう感じですね。あ、大会とかないんですかね。大会とか、まあ、あの M1 グランプリがあるんですけど、はいはいはい、その相方の方が、うん、あのユニット組んでる相方の方がですね、ちょっと夏休みでもまあ大学3年生なんでちょっと忙しいらしいんですよ ね、夏休みも。なんでやっぱりその M1 はちょっとやっぱ出れないみたいな感じになってて、今でちょっとどうするかなみたいな感じのところはありますね。そうなんだ。これなんかそういうちっちゃい大会とかないんですかね、東京とかで。そうですね、なんかあるかな、なんか。でもフリーがなかなか出ないのかな。出れないですね、フリーでは厳しいです。事務所の所属がたくさんいらっしゃるんで。まあそうか、東京では。いやーでもいいですよね、積極的だよね、すごくね。いや、ありがとうございます、本当に、はい、そういうのなんかネタとかの方もさ、はい、どうなんですか、やっぱ自分でいればどんどんこう良くなってるなみたいなのありますか。そうですね、なんか、うん、やっぱり自分としては今まではなんかその、うん、自分はこういう感じでどちらかというとネタ騒ぐみたいな感じのネタ騒ぐわかるよ、それで見せるみたいな感じのことが多かったんですけど、いや最近なんかちょっとネタ作りしてみると、うん、やっぱなんかまあそれだけじゃないかなっていうのもやっぱり自分の中であって、うん、はい、やっぱその自分はそのなんていうんだろう、なんかそのお笑いに入ったのも、はい、その憧れてる芸人さんとかが、うん、そのしかしそういう騒ぐとかっていうよりも、うん、そのなんていうんだろう、なんかあのウーマナシャワーの村本さんとか、チュートリアルの徳井さんとか、モ、はいはい、ンスタイルの石田さんとか、はい、まあ俗に言うともうそんこんな言い方しちゃうとあれですけど、うん、なんかそのすごい脚本家みたいな、天才みたいな人に憧れて入ったところがあるんで、ちょっとそっち方面でも今頑張ってみようかなってはしてます。そうですか、はい、最近の若手芸人事情とかどうです？増えたよね、なんか増えましたね、はい、もう全国各地でいろいろ増えてますね。仙台でもなんか仙台でも増えてきたよね。増えてきましたね。なんか後輩っていうかさ、自分よりも後から入ってきたこともやっぱどんどん増えてる今。いや、いやでも、うん、なんかもうその一回限りしか見てないとかはあるんですけど、うん、まあそれも含めたりしたら何人か新しい方とかいらっしゃったりはしてますね。いや、その中でさ、やっていかなきゃいけないんですよね。そうですね、でも
自分一番年下なんで後輩って感覚は全くない、一番って感覚は年下なんで。いやでもそこはね、後輩って感覚はないですよ。逆にそこは逆にそこは、はい、なんかあの人たち年上だけど大将だよなみたいな。いや、そこはこんな目で見れないですよ。ああ、そうなんだ。そのなんかその若い芸人たちのさ、そのなんつうの、その、まあ関わり方っていうか、はい、交友力とかさ、どうなってんのかなと、まあちょっとね、おじさん的な感じで気になっちゃうんだよね。いや、でも仲はいいですよ。仲はいいですよ。ああ、そうなんだ、はい。いや、仲いいなっていうのはありますね、やっぱり。今までなかったからね、そういう若い子らが一堂にこうやるっていうのが深刻な芸人不足に陥ってましたね、ティーライズは。最近やっとこうね、出てきてくれたからね、ありがたいんですけどね。自分の場合、やっぱり言っても最近なんで、で最近初めて入ってきた時とかも、あったかく受け入れてくれて、先輩の芸人さんはいい環境だなと思いましたね。あ、そうですか。すごいいいなとは。いや、でも、そこはね、もう飛び越えてね。いや、ちょっと頑張ってみたい。いや、でも今すごい面白いんじゃねえかなと思って、その若手、その、はい、ラジオにいっぱい来てもらってるけども、の人たちのその争いというか、はい、やっぱその、あいつより面白いことやろうみたいなとか、すごいいいんじゃねえかなって思うんだよね。若手だからといって、みんな形が同じってわけでもないですから、そうでしょ。全然みんな違いますからね。そのエネルギーをうまくね、こう、はい、消化させてね、いないライブ盛り上げてもらいたいなと思う。いや、頑張りたいと思います。はい、ピンでやるのか、ランブジーなのかわかんないけど、ランブジーかはたまたどんなのかな、今後相方変わるのかもしれない。いや、マジかよ。いや、だってその相方のフミヤさんの方もすごいピンでもかなり力持ってすごい面白いので、そっちで本当にやりたいんだったらそっちもピンでもねやってほしいなっていうのは自分の中では、そうか、一応その高橋文さんのファンとしてもあるんで。いやいや、一応ファンとしてもあるんで。相方がファン。一応そこは今考えてるところですね。そうでございますか。でもそれ東京でもチャレンジしてさ、はい、またちょっと力つけてね、はい、またライブ盛り上げてラジオも4回目5回目と来てもらえばいいなと思って、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたい、期待と思います。よろしくお願いします。いや、なんか根が真面目だなもんな。ちょっとコーナー行く前に曲をね、はい、一曲流していきたいんですけども、選んでいただきましたでしょうか。はい、はい、じゃあ曲紹介どうぞ。ナオトインティライミさんでブレイブです。どうぞ。俺のやりたいこと。さあ、ということでこちらのコーナーは、遊びに来ていただいている若手芸人が、まあ、将来ラジオなんかをやるときにですね、こんなコーナーをやりたいんだというのをプレゼンしてもらって、いろいろこう考えていこうかなというコーナーになっておりますけど、まあもうご存知ですよね。はい、もう勝手知ったる、勝手知ったる。前回なんか逆大喜利みたいな、逆大喜利あれ結構良かったですよね。ああ、本当ですか、ありがとうございます。あっちの方が大喜利面白いんじゃないかみたいな。そっちの方が面白いか。うわ、何もありましたけど、こうやっていろんな発見がありますからね。はい、楽しみにしてますので、それでは大見くんがやりたいコーナーはこちら。はい、この一発ギャグ誰がやってるでしょう、クイズ。クイズか。クイズです、今回。大体大体みんなクイズなんだよな、今回。ちょっと、ね、クイズ持ってきた。クイズ系多いんだよね。そうだなと思ってた。まあいいですよ、はい、いいですよ。うん、何、この一発ギャグを誰がやってるかっていう、はい、やっぱりお笑い芸人さんっていろんな一発ギャグあるじゃないですか。ありますね。その有名な一発ギャグ、いろいろあるじゃないですか。その一発ギャグをやってそうな芸能人を当ててもらいたいんですけど。え、やってそうな芸能人、はい、だその何、実際にあるギャグだけど、実際にあるギャグだけど、それはその人、その芸人さんがやってるんじゃなくて。あ、そういうこと。芸能人を当ててほしいんです。3択の中から。やってそうな芸能人を当てるってことか。はい、おお、なるほどな。3択の中から当てていただきたい。例えばどんな問題。例えばですね、はい、トレーニーエンジェルさんっていらっしゃるんですけど、はいはい、のチェゲラッチョ、ハゲラッチョっていうギャグ。はい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 。あれ、この中で誰がやってるでしょうっていうので、はい、A、大林元子さん。やってねえだろ。B、元冬樹さん。C、元木大輔さん。この中で誰がやってるでしょうみたいな。まあ、その中だったら、まあ、元冬樹さん。そうですよね。ってことあるよね。っていう感じのクイズなんですよ。なるほど。元冬樹さん、やってないでしょ。元冬樹さん、やってるでしょ。チェゲラッチョ、ハゲラッチョ、ハゲラッチョとか。言ってないでしょ。やってるでしょ。大林元子やったら面白いけどな。大林元子やってほしいっすね。お前そこじゃねえだ。特徴そこじゃねえだ。身長だろ。あげる前に。わかりました。リカラッチョ。じゃあ、やってみる？そうですね。なんとなく分かったよ。はい。うん。じゃあ、はい、やってみますか。はい、じゃあ、ある芸人さんでね、郷皆川さんっていらっしゃるんですけども、はい、あの、てんてれてんてんてん、うんちょこちょこちょこピーでおなじみの芸人さんですね。うん、ちょっと僕、わからないですか。まあいいですよ。まあまあまあ、やってみると、てんてれてんてんてん、うんちょこちょこちょこピーって、こういう芸なんですよ。なるほど。こういう芸、この姿をイメージしてください。はい、わかりました。はい、はい、ではいきます。A、安藤美希さん。あー。B、石川亮君。C、イチローさんというね。
誰がやってるでしょう。ちょっとこう背中を反るような動きだから、まあ、イチローのあのバッターボックス入った時の感じもあるし、石川遼はないんじゃないかな。安藤美希もまあフィギュアスケートの、ね、じゃあや安藤美希で正解です。正解ですよ。何にもさ、これ何にもしかねえよ。これですね、そしてこれですね、はい、全くひねりがなかったんですね、うん、ただ反ってるからっていうのは安藤美希にしたんですけど、うん、イチローのバッターボックス反ってるっていうのを今生み出してくれたんで、あ、そうすごいありがたいですね。今このクイズにちょっとなあの、まあでもグランドつけてください。まだ1問目だから、まだまだね。まだね、1問目ですから、これからどんどん難しくなってきます、はい。じゃあ次行きましょう。あの流れ星の中英さんといらっしゃるじゃないですか。はい、はい、この人がやってるギャグなんですけど、あなたと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 あなたでオリオン座というギャグをやってらっしゃるんですね、うんうんうん、これをやってる人を選んでください。オリオン座、はい、うん、A ロッチのコカドさん、B 具志堅用高さん、C キリンの川島さん。さあ誰がやってるでしょう。いや、でもやっぱオリオン座やっぱさ、はい、星じゃないですか、はい、やっぱ星がやっぱ綺麗に見えるのってやっぱ沖縄とかじゃないですか。ああ、となるとやっぱりもうどうでしょうね、具志堅用高。正解は C のキリンの川島さんでした。何をもって正解なのかが分かんない。正解でしょ、これ。だって大見くん次第じゃん、そんなもん。これさ、別に具志堅用高が正解でもいいじゃん、別に。A のロッチコカドさんは、うん、あなたと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 あなたでオリオン座っていう、あのこの長い文章、あの人滑舌が悪いんで言えないんですよ。ああ、そうか、確かに、うん、それはある。で、B の具志堅用高さんは、うん、まあオリオン座知らないだろうっていうか、あの知ってるわ、オリオン座ぐらい。あれ、オリオン座知らないだろうなっていうことで、ね、知ってるよね。声もいいし、知的な芸人さんということで、具志堅用高だと思うけどね。いや、これ全然なんか当たっても嬉しくないし、外れてもなんかムカつくし、ね、わけわかんないですよね。なんかないですか、まだ問題。まだありますよ。はい、はい、じゃあ次これですね、はい、あのサバンナの八木さん、はい、いらっしゃいね、はい、八木がやってるあのブラジルの聞こえますか。ああ、もうあれですよね、うん、おなじみのあれなんですけども、はい、はい、じゃあいきます。 A 滝沢カレンさん、B 滝川クリステルさん、C ローラさんということで、さ誰がやってるかなっていう。ローラーがやってても違和感あんまないよな。ないですね、まあ、やっぱワールドワイドな人だとやっぱりね、やっぱ東京オリンピックのあのプレゼンをやってもらったわけですから、まあクリステルにやっぱりやってもらいたいんじゃないですか。正解はと、はい、B の滝川クリステルさん。すごい、うわ、これすごいですけど、超嬉しそうな顔してらっしゃいます。意味がわからない。なんで正解なのこれ。ね、普通に考えてください。このブラジルの人を聞こえてますから、ワールドワイドもそうなんですけど、はい、まず、あ、先ほども言った通り、滝沢カレン、ローラ、ブラジルの場所分かると思いますか。ああ、そういうことか。ブラジルの場所がね、あの人たちは分からないんじゃないかということで。なるほど。そうですね。上に向かって言っちゃったりするんじゃないかと、それは違いますから。これあれだな。本当に嬉しくないね。ムカつくだけの事故になってますね。当たっても大丈夫かな。最後もう一問じゃ。最後、はい、でいきますけども、でこのサンシャイン池崎さん入ったじゃないですか。あ、もうサンシャイン池崎さんね、はい、ジャスティス、はいはいはい、ジャスティス、はい、これね、最後ちょっと簡単めにいきたいな。じゃあ、あ、そうジャスティスってことね、うん、じゃあいきます。 A 相沢和也さん、うん、あいつか。 B これからいださん、C 正義正義さん。さあ誰がやってます。おお、絶対正義さんでしょ。おお、そうですよ。正義さんですよ。待て、正義さんがジャスティスやってますよ。意外とひねりねえな。ひねりないんですけど、うん、まあというのもね、正義さんにね、あのジャスティスをやってほしいなっていうことでね、まあ、正義正義って言われるから、正義正義にね、ジャスティス、なんなら一番ジャスティスなのかな。一番ジャスティスでしょ、あの人は。これはね、やばいですよ。やばいの持ってきました。ただただ腹立つクイズ持ってきた。このクイズは元のギャグがな、もっと有名と、ね、まあ有名なんだろうけど、有名の子になってくるとやっぱりね、難しいですよ。いや、それこそなんか、それこそもうガチョーンとかさ。ガチョーン知ってる、わかる。ガチョーンって誰でしたっけ。ガチョーンって、谷圭さんかな。谷圭さん、あれちょっと待って、ガチョーンって、すいません、あれ、それだけですよね。ですよね、そう、ガチョーンって知らない。ガチョーン、ちょっとあれ、もうそれもわからないのか。あ、ちょ、ゲッツが、まあ、ダフンだとかさ。ダフンだしますよ。あ、だそういうなんか、もう国民的なレベルじゃないとね。うわ、難しい、ダフンだね。難しいかなーって。ダフンだね。俺何問当たった。2問、え、3問、3問3問当てました。結構当たってるんだ。もう俺、3問当てたんでね、うん、あのこちらのアメと塩分チャージをありがとうございます。これあるやつをとりあえずそのままっていただきます、ありがとうございます。
れはなかなか難しいね。チョイスがやっぱりもうちょっと、チョイスがね、ちょっとマニアックすぎましたね、うん、芸能人のチョイスももうちょいこう、そうですね、こだわっていく。でもなんか練っていけば、まあいい企画にはなるかなと自分が思ってるんですよ。まあそうね、まあ、ギャグのギャグだけじゃなくても、うん、クイズって難しいんだよ。だからクイズ難しいな。答える側の俺も難しい。本当ですね。当てに行っていいのかみたいな。そうですね。ね、だいぶね、あのね、やってしまったなって感じがちょっと今あります。心の中で。そうか。まあそうです。いや、いいんですよ。やっぱこれ、はい、試していかないとね。どうも試していきたいなと思います。ありがとうございます。本当に。ちょっとね、オープニングと T シャツの色も若干変わってきたのかなみたいな。変わってきたの？ちょっと焦りで。ちょっと色がね、薄まってきたのかなって思います。わかりました。以上、はい、俺のやりたいことでした。ありがとうございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは 762@radio3.jp、762@radio3.jp、 すべて小文字となっております。たくさんのメールをお待ちしております。若手芸人への応援メッセージなどなど、ぜひお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたしま す。そしてこちらの番組ですね、はい、ラジオ以外でも、はい、ティーライズチャンネル YouTube の、ああそうですね、はい、ご視聴できますので、はい、放送終了後になりますけれども、はい、T ラインチャンネルぜひチェックしていただいて、はい、その T シャツの色、 T シャツの色ね、ぜひチェックしていただいて、何色かクイズを、はい、やりたいと、コーナーの時の焦りぐらいでね、チェックしていただければ全然分かると思うんで、よろしくお願いいたしま す。じゃあ告知ぜひねお願いします。あ、そうですね、はい、もう明日ですよ、明日、はい、いきなりライブのボリューム213が、はい、仙台セントラルホールにて、うん、18時45分開場、うん、19時開演で行われます、はい、うん、料金はですね、前売りが700円、はい、当日が1000円、はい、で高校生以下は前売り当日共通で500円ということですね、うん、あでもこれは本当に僕推したいんですけど、個人的に、はい、ゲストにですね、町浦ピンクさんという芸人さん来られるんですけど、はい、僕ねちょっと初めてこの人ですね、うん、あのまあお笑いの結構好きでマニアックな方とかは分かると思うんですけど、はい、あの BS で冗談騎手っていうのかなっていう番組が今やってるんですね、はい、っていうのを僕まあ見てまして、はい、この人ですね、もうかなり面白いです。あ、本当にそうなんですか。本当にそうですね。え、もう普通にファンファンです。結構ベテランそうな感じが、うん、はい、しますけれども、あまりこういうこと言うのはあれなのかなと思うんですけど、いやいやいや、いや本当に皆さんに見てほしいんで、うん、なるほど、ぜひ来てほしいです。ファン一番としても、でもちろんその出演者としても、うん、もちろん来てほしいですね。でも、はい、マッチュラピンクさん、ピン芸人ですよね、はい、そうですね、やっぱこう、お手本にしたい、お手本にしてる部分もあります、もちろんお手本にしたいなって思う芸人でもあります。うん、なるほどですね、はい、オミ君、一押しの一押し、本当に一押し、本当に芸人さんも遊びに来るということでね、はい、結構、はい、いろんな人が面白いって言ってるんで、まあ、こういうゲストの方、どんどんね、来ていただいてありがたいですよね、はい、そうですね、はい、また違った刺激をね、はい、加えてくれればと思います、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、明日8月3日、明日か、明日です、はい、オミ君は出るかも、かもです、わかんないです、うん、今この収録日が、うん、いきなりジュニアオープン TV っていうそのまあ言ったら昇格レースのね予選みたいなところの、はい、前なんで、そうなんですよ、今バクバクの状態ですよ、ひょっとしたら出てるかもしれないし、本当にボロッボロにやられてるかもしれない、ボロボロに大敗してるかもしれないそこはわからないですね。いやー、ジュニアオープンが今でも面白いと思いますよ、はい、あの次ちょっとわかんないんですけど、まあ、毎月1回やってるわけでしょ、はい、でこれで、面白い上位2組が、はい、いきなり本編に出れますよっていう仕組みなんですけど、はい、今とにかくその若い芸人がまあ多い、ありがたいことに、はい、でまあどんどん今、まあ、辞めちゃう人もいるけど、また新しい人が来てってことで、その分入ったりとかして、もうどんどん十何組でその2枠を争うっていう感じになってるんだよね、はい、これ厳しいよね、きついですね、やっぱり、まあ、最初出た時よりも増えてない、やっぱり増えてます、前7人とかさ、そう、そんぐらいでしたけど、もう今満杯の時が結構あって、そうね、もう受付締め切ってますみたいなことがあったりするんで、うわ、そこでやっぱその2枠を勝ち取って、はい、ここに出るっていう、でもそれは考え方によってやっぱ力もつくでしょ、そうですね、つきますね、かなり、だしな、はい、大学生で経験できるっていうのはすごい力つきますね。そうだよね。ここでやっぱあんまりね、その少ない中で昇格してもっても、はい、まあ別にそれもいいんですけど、はい、やっぱその大勢の中でね、揉まれてっていうところ、揉まれてっていうのはありますね。そうなんだ。はい、なんか意識してるやつがいいの？ライブの今若手の中で。意識してるやつですか？あのですね、僕ですね、あのリンゴ町で、あ、はいはい、お前来ましたラジオ。あの人たちは本当にすごいなって自分は思ってる、自分の中ではですね、うん。あの人たちはあれなんですけど、あの。まさかチャンネルは本部だし、うん、
くしゃみを知らないし、四国で心理テストをするんですよ、あいつらは。何それ、やばくないですか。すごいですよ、ね、そういうネタ、そういうネタなんです。そういう人たちなんですよ。なるほどな。すごいちょっと意識してる部分があります。あ、さあ、リンゴ小町もね、頑張ってるからね、はい、まあ、そこに負けじと同じ学生芸人として、はい、はい、直接対決したいって。なるほどね。はい、ぜひ頑張ってください。もありがとうございます。ありがとうございます。はい、ティーライズの会議室、本日はこの辺でお別れでございます。今日のゲストはオミクンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてね、バイバイ。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、この T シャツは何色だ。怖かった。何色なんだろう、マジで。マジなんか安く、安くの自由見たら安くて、あ、いいなと思って買った感じです。黄土色、黄土色、黄土色っつうのかな。黄土なのかな、これ。もう気になっちゃってね。黄色、でも黄色くなって黄色でもまだないしね。はい、そうか、リンゴ小町。リンゴ小町、ちょっと。ちょっとあれ。マジか。まあ、それでもライバルっていうかさ、はい、やっぱ出てくるよね、こいつにはちょっと負けたくないなとか。 ありますね。あとは単純に、うん、そう、別に面白い、面白くないとかも別として、うん、あのやっぱり高橋文也さんとピンでやるときは負けたくないですよね、それは。あ、同じ相方ですしね。そうだよね、まあ、やっぱりそこには負けたくないなっていうのありますね。ピン芸人同士だと得意な。はい、ピンの方が多いのか、やっぱり 今ピンが多いですね、やっぱり。ピンで相方を見つけるっていうのは難しいね。ピンの方が多いですね。あ、性コンビだとやっぱり、あ、そっか、チャッピーさんとインゴコメツさんと、あとワンダーストーリーとかぐらいですかね、毎回来ているのは。なんかピン芸人だけのライブとかも面白そうだったよね。あー、面白そうだった。やったことないかな。あるんですか。いや、あんま聞いたことないな。いいんじゃない、ピン芸人だけ。新しい、カオス、カオスっすよね。新しい、うん、そんなカオス、あ、でもいいですね。そういうのとかね、はい、どんどんやってもらって、はい、はい、東京でも、はい、いや、頑張りたいですね。本当に一回やってみたかったんだよね。あ、今ぐらいじゃないですか、ね、時間大学1年生でした。まあ、そうね、わ、うん、かりました、はい、頑張ってますからね。ありがとうございます。よろしく。本当に今後のよろしくお願いします。